私の子が、私の子が。足利義政の正室、日野富子が初めて授かった赤ちゃんは、生まれたその日に亡くなってしまった。様で嘆くな。体に触ろう。今参りの局も心配していようぞ。今参りの局、義政殿の乳母。乳母とは、母親に代わって子育てをする女性のことで、義政の乳母は、今参りの局でした。まあ、なんとご立派になられて、今参りは嬉しい限りです。照れるのう。これはこれは。まあ、なんと立派になられたこと。正室をお迎えなさるべき頃かと。もう、乳母は必要ありませんね。私の娘を紹介いたしましょう。昨今の将軍は、日野家から嫁取りする習わし。三代将軍義満から、室町将軍は日野家から嫁取りをしていました。義政は、日野富子を正室としました。そして初めて生まれた子が、その日に亡くなりました。呪いじゃあ、今参りの局の呪いじゃあ。富子は今参りの局の呪詛によるものと訴え、今参りの局は琵琶湖の沖ノ島に流罪とされ、配流される途中、重子、富子の母、らが送った刺客に襲撃されたため、自害した。本当に今参りの局が呪詛したのかどうかは分かりませんが、義政の側室4人も追放されたようですから、富子が義政の周囲の女性たちを排除した可能性が高そうです。この3年後、4年後に、富子は出産しましたが、いずれも女子で、将軍の後を継げる男子を産むことはできませんでした。我が弟、義仁よ、連続してわしの後を継いで将軍となってくれぬか。なんと、わかりました。義政の弟、義仁は連続して足利義満と名乗った。ですが、その翌年、富子に待望の男子が誕生しました。やったー、殿、男の子ですよ、男の子、未来の将軍です。そうじゃの、義満の次の将軍となってもらおう。うん、義満の次。次の将軍は義満じゃからの、その次じゃ。それで問題なかろう。そうね、この子が将軍になれるのならそれでいいわ。義満さんは私の妹、日野良子の夫でもあるし。では、この子の養育係は誰に？それは、わしを養育してくれた伊勢定親がよかろう。殿を養育された方、それなら安心ね。伊勢定親が養育係となり、義久を推す勢力となった。細川、山名に次いで伊勢定親の勢力ができ、この頃の幕府はざっくりとこの3つの勢力に分かれたようです。細川勝元チームは、義政、義満、義久という路線で、義政や富子らもこの考え方だったようです。山名総前チームは、義政、義満の路線だったようです。伊勢定親チームは義政、義久路線で、先の2チーム以外の人たちで構成されたようです。そして、これらの勢力に、相続問題などで対立する守護大名たちが絡んで、応仁の乱へと発展していくのですが、そうしたお話は次回にて。